竹島ひろしのレッツ恋町ダンス。というわけで古川さんおすすめのアロハに着替えました。どうですかこれ。とてもよくお似合いですところで僕本当に今日何するか全然分かってなかったんですけど、はい、この後どうしたらいいんですかね。まあ、とりあえずもうご用意はできてますので、まあ、このまま、はい、移動しましょう。とりあえず、はい、じゃあとりあえずついて行かせていただきます。いや、ね、本日はフラダンサーを用意していまして。フラダンサー、はい、はい、フラダンスを学んでいただきたいと思います。フラダンスを学ぶ、あ、どうもお邪魔します。竹島ひろしです。スパリゾットハワイアンズダンシングチームのオイラニアユカと申します。よろしくお願いします。いや、なんかすごい一気に空気が変わりますね。僕のグラスが揺れる、二つの氷が溶ける、目くばせの五分前、唇は寂しがり、ちょっと暗い予定さ、だって今夜きっと二人持たれたい肩を探してる、待ってないでそっと触れて、ぐっと来たらもっと近く、その気持ち見せないか、ギリギリで恋街のカウンター。でもこう手伸ばしたりとか、はい、ちょっと何ですかね、セクシーな仕草とかも結構あったので、はい、そこにこのフラの柔らかいしなやかな動きとかを入れられたらいいかなと思う。はい、いやー、ちょっと息切れしてます、これ。この姿勢だけで息切れしてる。結構足プルプルきますよ。きます。なんかここら辺もなんか使ってる感じがしますね。体幹が大事です。体幹がね、右に2歩、左に2歩、はい、そうです。1、2、2、2、感動です、これ。この膝を曲げ、膝を使うと結構体も使いやすくなるっていう、腰が。なるほどね。これは相当いい勉強になった。いやあ。あ、そうです、そうです。はい、ありがとうございます。どうでしょう。結構きついですね。そうですよ。結構大変なことしてますよね。こうじわじわ汗が。はい。三、はい。右にゆらゆら、反対。仲間を呼びます。網を引っ張って、1、2、1、2。両手を閉じて、手のひらを返して、お胸の前にクロス。のの字を書いて、お魚を食べます。波を投げます。波です。ヘラ1、2、3、4、平泳ぎ2回。もう一度仲間を呼んで網を引っ張ります。1、2、1、2。最後は投げキスでポーズです。はい、ありがとうございます。これで一通り振り付け
あーすごい、ちょっとすごい面白い。僕の今の踊りは大丈夫でしたかね。あ、全然バッチリでした。 ありがとうございます、はい、結構柔らかく踊っていただいたので、はいはい、覚えるのもすごい早かったんじゃないかなと。あ、珍しくお褒めの言葉いただきましたなんか向こうから調子に乗んなよって言葉が聞こえてきそうですけど次の新曲はフラーを踊りますかねいや、勝手に言ってるんですけどたけしまひろしのレッツ恋まちダンス。